このシリーズ予定されている3つのタイトルマッチ第1弾ジュニアヘビー級選手権試合高松です。穏やかな瀬戸内海が心なしか震えているかのようです。選手入場。60分の一本勝負、がっちりと握手です、はい、今ゴングが高らかに打ち鳴らされました。さて放送席解説には元世界ジュニアヘビー級チャンピオンの桃田光雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてまずはこのチャンピオンの小川芳成からお伺いしたいと思うんですが、はい、デビュー丸10年にしての昨年悲願のベルト奪取でありましたが、そうですね、桃田さんはどのようにご覧になりましたか。満を持しての、チャンピオン奪取という感じに僕は受けてるんですけどね、テクニックそのものはですね、はい、それからあの精神面も、素晴らしいものを持ってますんで、はい、もういつ要するにチャンピオンになってもおかしくない状態だったとは思うんですよね。なるほど。ただなかなかチャンスがなかったということで、ようやくその時期が来たということなんでしょうね。そういうことですね、まあ、モンスターさんも入門の頃からこの小川選手を見つめているだけに感慨ひとしおだったと思われますが、はい、さてそしてその9月にダッシュし翌月10月長岡ではロブバンダムを下しタイトル初防衛に成功いたしました。どうなんでしょうモンスターさん、はい、チャレンジャーとして臨む選手権と、はい、防衛するための王者としての心境かなり違うんでしょうね。それはもう全然違いますよね、あのチャレンジャーとしては要するにもう、はい、要するに負けても何度もガンガン行くという要するにその攻めのパターンになるわけですよね、はい、だけどチャンピオンっていうのはどうにしてこのベルトを要するに維持していくかということで守りになるわけですよね、はい、だから攻撃と要するにオフェンスとディフェンスの差が出てきますよね、どうしたらね、なるほど。まあ、桃田さんも以前2度の防衛に成功いたしました。そして小川選手は今宵その2度目の防衛戦なんですが、やはり初防衛と2度目は違いますか。そうですね、あのただ一番良くないのは、はい、一度防衛して2度目になると多少ね、自分で自信がついてきますよね。ははそこに多少の要するに隙っていうか余裕が出ると危ないですよね。ならばチャレンジャーレックスキングとしてはそのあたり付け入る隙を見出したいものであります。90年のジャイアントシリーズに初来日、その後91年チャンピオンカーニバル、そして今回で3度目の来日となりました。サザンロッカーズとしてスティーブ・ロールと組んで戦いを展開しておりますチャレンジャーのレックスキングであります。どうでしょう桃田さん、このチャレンジャーのレックスキングなんですが今回で3度目の来日、そうですね、どうご覧になりますか。前回要するに約5年前に来日してるわけなんですが、はい、その時から見るとですねかなり体がビルドアップされてるなというのが、ね、やっぱり、印象的ですよね、はい、で、まあ、要するにビルドアップされたということは当然パワーがアップしてるってことですからね、まあ、そういう意味でやっぱり一番小川選手がチャンピオンが気をつけなきゃいけないのはやっぱりそういう、はい、パワーで押し切られないように気をつけないといけないですよね、はい、おーとロープの反動を利用しました。研究しておりますレックスキングです。チャンピオンを投げた、ラリアットをダッキングした。さあリープロック、カエル飛びだ、投げました。さあそしてドロップキック、ショートレンジから放ちました。やはりモンさん、チャレンジャーはこの前半から果敢に攻めていく、そうですね、この姿勢はいいですね、シュースソリザー対戦のチャレンジャーレックスキングであります。ロープに振った、足蹴にされました。セカンドロープからチャンピオンミサイルキックです。さあ今日最初のカバーです。カウントは2つ。さあこの小川芳成シリーズ終盤戦、川崎大会では次期アジアタックの挑戦権をかけて小川菊池組が本田泉田組と激突いたします。まあこのベルトをきちっと防衛していい形でアジアタックチャレンジャー決定戦に持ち込みたい小川でありますが、やはりモンさん、ここまでチャンピオン劣勢と伝えてよろしいでしょうね。そうですね、チャンピオンがラフに持ってって、はい、逆に相手にチャンスを与えたって感じがありますよ ね場外へ持ってって、はい、要するに自分のペースへ小川さん持ち込もうと思って、逆に相手のペースに入っちゃったんですよね。なるほど、チャレンジャー現在32歳、カリフォルニア州サンタバーバラ出身のレックスキングであります。対する小川はデビュー丸10年29歳、第14代のチャンピオンであります。
開幕戦に振った。なんだろうコーナーに背中を打ちつけられました。この腰をずっと攻められてますからね、はい、要するにもう最後に踏ん張りが効かないのがちょっと心配ですね。そうですね、やはりこの小川としてはおっと足元を滑らしましたが、これは逆に小川へはダメージが大きくなってしまいました。大きいですね、カウントは2です。この小川選手は、まあ、桃さんもしばしばお使いになりますバックドロップで、はい、あるいはバックドロップホールドで相手を仕留めることが多いんですが、です、ね、やはり腰を痛めるとその技も効きが悪いですよね、出せるのは出せると思いますけど、はい、やっぱり踏ん張りが効かないからと心配ですね、はい、さあ執拗にその腰狙っていきます。チャレンジャーのレックスキングです。両の足を取りました。ゼブラタイツちょっと精細を欠いております。対する黒い稲妻タイツが頑張っている。チャレンジャーレックスキングでやります。逆エビの体勢だ。さあロープが少し遠いか、ちょっと危ないですね。さあチャンピオンピンチ。さあここからほふく前進したいところだ。いい一つまた一つ。さあロープが近づいてきた。ブレイクです。ロープブレイクです。フットスタンプ、はたまたバックドロップホールド。そうした大技をまだ今日は見ることができません。チャンピオンの小川芳成です。さあシリーズ終盤戦の次期アジアタック挑戦者決定戦に向けて、もちろん今年96年はこの小川ジュニアのベルトを守りつつ、そしてアジアのベルトを取り2冠を達成したいところでありましょうが、やや暗雲垂れ込めてまいりました。チャンピオン劣勢です。ご覧くださいこの苦しい表情。一つ返しました。しかし桃さんやはり腰にかなりダメージきてます ね。かなりやっぱり踏ん張りが効かないと思いますよね、はい、ちょっとしびれたような状態になってますよね、試合時間10分を経過いたしました。小川の劣勢は変わりません。しかしここまで果敢に攻めてきたレックスキングも随分と汗をかいてまいりました。時折苦しい表情を見せます。桃さんどうぞ、攻め疲れということはありますか。多少あるかもしれませんけどね、要するに精神的にかなりプレッシャーかかった横に、はい、必要以上に興奮してますからね、さあその腰にヘッドバットを見舞っていきます。レックスキングであります。今小川選手はフィッシャーマンやろうとしてやっぱりできなかったですよね、かなりやっぱりダメージきこういう状態で今みたいに逃げられれば一番いいんですけどね。そして相手の技を切り返すという方向、そうですね、今の小川選手の状態だったらそれがベストだと思いますよね、はい、思えばこのベルト奪還でありました。昨年9月のダニー・クロワットの一戦も最後はダニー・クロワットを切り返してエビ固めで切って取りました。13分と37秒の見事なベルト奪取でやりました。さあ今日これは2度目の場外戦ということになります。先ほどと随分と状況が違っております。さあ小川も随分と苦しんでおります。レックスキングもちょっと険しい表情、苦渋に満ちております。さあここから鉄柵に逆に振られた小川であります。あーいにくと腰を打ってしまいました。必要に攻められております。腰を打たれてしまいました。小川であります。さあここからエプロンであります。さあレフェリーの静止を振り切って場外での戦いを望んでいるようです。さあそして本部席の机でやります。かなり荒々しい攻めに出てまいりましたレックスキングです。ジュニア選手ひしめくこの全日マット、この挑戦をいい形で終えないとモーさんいつ今度チャンスがあるか分かりませんからね。そうですね、今のところは要するに、はい、レックスキング選手がものすごいいいペースでいってますよね、はい、チャレンジャーとしてやっぱり攻めにかなり徹してますからね、さあ腰を狙っていきます。スライディングキックです。この全日マットジュニア戦線ダニー・クロワット、はたまたロンバンナム、内政信、菊池剛、そして浅子悟といった面々が次なるチャレンジャーとして目をランランと輝かせております。振りました。カウンターの蹴りだ。キッチンシンクだ。あーしかし打った小川もちょっと辛いぞ。セカンドロープにもたれかかっております。
さあなんとか回復を図りたいところでありますが、レックスキングが徐々に体勢を立て直しております。立ち上がろうというところ。さあ先に攻めに転じるのはレックスキングか、ボディスラムだ。さあそして得意とする空中殺法に持ち込むのか、セカンドロープです。さあ何を出す、おっと迎撃されてしまいました。今のはもうさん、フットスタンプか何かを狙ったんでしょうかね。いや、フットスタンプというよりも、なんか状態を落とそうとしたんじゃないですかね。だけども要するにバランスがちょっと悪かったんじゃないですか、はい。さあ振った赤コーナーだ、チャンピオンコーナーだ、よく見ていた、足を取った、円錐切りです。レックスダウン、しかし立ち上がった、ちょっと下半身からついてる、出た出た、バックドロップ。桃さんどうでしょう、切れ味は。いや、ちょっと悪いですね。悪いですね、さあ小川が得意とするバックドロップ。今小川選手の腕が外れちゃったですからね、はい。さあ2度目だ、バックドロップ、ホールドした、見事なブリッジ、カウントは2。今のは良かったですね、はい、はい。さあこの瀬戸大橋のある高松で見事な人間鏡ブリッジを見せました小川芳根でありますが、かわされてしまいました。さあレックスキングの顔面をかきむしった。さあ小川、今が攻め時であります。ロープに振った、逆襲、一瞬にして形勢逆転か。今あのちょっとネックブリーカーみたいな形で落ちてますよね。なるほど、腰の次は首を痛めております小川であります。さあその間にレックスキングがサード、セカンド、そしてトップロープに登った。どんな技を出すんだ、なんだろう、エルボーであります。ダイビングエルボーパット、おお、たぶらがった、ヒヤリとしました。にわかにヒートアップしてまいりました。香川県は高松総合体育館。さあチャンピオン振り、チャンピオン振りでやります。どのような結末が待っているのか。スピンキックだ、スピンキックだ、ダウンダウンダウン。さあレックスキングとしてはチャンス到来でやります。千載一遇のチャンスとなるか。体を起こした、カウントは2。レックスキング、文字通りチャンピオンキングとなれるのか。さあまさにこのコスチューム同様、稲妻が体育館を走るか。フロントスープレックスだ、やりたい放題レックスキング、すぐさまカバーした。カウントは2です、カウントは2。ちょっとモーさん、チャンピオン振りですね。いいですね、やっぱり前半の腰のあれがかなりやっぱり後々まで響いてますよね、はい、長引いております、回復しておりません。チャンピオン小川芳成だ、かわした、場外に落とされました。さあ小川としてはこのチャンスをうまく利用したい、有効利用したいところだ。こちらがチャレンジャーのレックスキング。しかし桃さん、この状況だ と飛ぶわけにいかないですね。そうですね、ちょっと踏ん張りが効きづらいところなんですけどね。さあロープ越しに何を持ち込むか。チャンピオン、第14代のチャンピオンだ、今宵2度目の防衛戦。ロープ越しのブレインバスター、そこから丸め込んだぞ。不十分な体勢ながらもこの機を逃してなるものかと小川が丸く見ました。カウントは2。振った、ラリアット相打ち、両雄仰ぎ見る、テレビ用のライトに白く映し出されておりますレックスキング、これが随分と赤みがかった体であります。さあチャンピオンもちょっと険しいぞ。さあ先に起き上がるのはチャンピオンかチャレンジャーか、小川かレックスキングか。さあ両者ダウンでありますが、さあほぼ同時に起き上がった、 DDT だ、放ったキングも天を見る。さあ自分の体を預けるようにカバー、カウントは2です。ここまで来ると桃田さん、あとはハート、精神力です ね、 精神力はまず最後にものを言うと思いますよね、やっぱり。さあ悲願のベルト奪取だった昨年の9月、長期政権を築きたい小川芳成でありますが、ダイビングボディープレス、危ない、カウントは2。お客さんの重低音ストッピング攻撃だ。今年最初のタイトルマッチ、世界ジュニアヘビー級選手権試合、大いにヒートアップしてまいりました。ロープに振った、おネックブリーカー、桃さん、こういうところで腰の痛みが出てますね。ネックブリーカーができません。小川の18番ネックブリーカードロップができない。
腰です、腰に来てます。さあ回転のエビ固め、そこから抑え込んだ、どうだ、カウントスリー、カウントスリー、最後はやはり切り返し、一瞬の隙をついてレックスキングからピンホールを奪いました。勝負タイムが18分と46秒。うん、しかしモンサ、これは苦しい戦いでしたね。いや本当に苦しい戦いだったと思います。あの最後にですね、あのレックスキングは返そうと思って足を跳ねようと思って、はい、行ったところを小川選手がうまいこと前へ、あの要するに体重を思いっきりかけられましたよね。あれ足が引っかかってなかったら、はい、逆に返しやすいんですよね。なるほど、あしかしまあ随分と試合は形勢不利だったんですが、一瞬の隙を逃さないチャンピオン、見事でしたね。見事ですね。さあこれによりましてチャンピオン小川慎が2度目の防衛戦、まさに白氷の防衛とお伝えしていいでしょう。苦しい戦いでした。幸せ、今ゴングが鳴りました。30分の一本勝負で行われます田上明と井上正夫のシングルマッチです。放送の解説は桃田光雄さんです。桃田さん、はい、この井上正夫、まもなくデビュー5年目になりますが、ええ、今休憩前のシングルマッチあるいはタッグマッチで着実に経験を積んでいま す, そうです、ね、この1年間の井上の頑張り、どのように評価されますか。まあ、1年間、過去1年間の評価っていうのはあのメインイベントでもですね、はい、あの彼はもう試合やってますからね、ええ、あの前座だけじゃなくて、はい、上の方でもやってますんで、はい、まあかなり要するにその実力はつけてきてると思うんです、はい、で、まあ、今日の試合に関してはですね、まあ、井上選手は目いっぱい田上選手の胸を借りるつもりで大きなチャンスですね。要するにここの試合でもしいい試合ができればですね、かなり要するにその田上選手を圧迫するような試合ができれば、はい、次にいろいろチャンスが来ると思うんですね。なるほど。もちろんあのアジアタッグとかいろんな選手権のですね、はい、あのチャンスをもらえると思うんですよ。だからある意味でここでアピールするってことは大事ですよね、はい、大きなチャンスであると同時に男の見せ所であります井上、サイドのヘッドロックに捉えたぞ。大きな田上をサイドのヘッドロック離しません、井上離しません。試合前この大きな田上に井上正夫はブロックバスターホールドを何としても打っていきたいんです、そう話していました。試合立ち上がり30分の一本勝負序盤、サイドのヘッドロックから田上が尾低骨張りアトミックドロップを打っていきました。さあ井上いいぞ、試合立ち上がりいいペースで試合を運んでいきます井上正夫、サイドのヘッドロック離しません、グラウンドに持ち込んでいます。井上にとっての田上とは、試合前聞いてみました。しばらく考えた後にあまりに大きい存在すぎて言葉が見つかりませんとこの井上は話していたんですが、桃田さん、はい、ここまで堂々の試合運びですね井上は。井上選手はグラウンドへ持ち込んだ方が当然、いいと思いますよね。田上選手が上背がありますからね、はい、やっぱり立ってのスタンディングでのやっぱりホールドっていうのはかなり厳しいものがありますから、グラウンドで行くとやっぱり背の高さ関係なくなりますからね、身長差は12センチ体重差は20キロあります。田上ぶつかっていった、さあハイキック捉えたぞ、打っていくエルボー打っていくドロップキック、田上の顔面が一瞬に歪んだ、もう一発倒れました。巻き投げ腕を取りに行きます井上正夫、この試合運びはいいですね、ここまで井上は。いいですね、さあ得意技のブロックバスター、何としても打っていきたいといったブロックバスターホールド、この田上に打っていけるんでしょうか。左腕を集中的に攻撃していきます井上正夫です。1970年3月6日生まれ、同じ山梨県出身のジャンボ鶴田に憧れて20歳で全日本プロレスに入門しました。3月には26歳の誕生日を迎えます。そして4月の4日でデビュー丸5年となります井上正夫、初夢チャレンジマッチシングルマッチ30分の一本勝負、正規軍の領袖田上明を相手にここまで堂々の試合運びであります井上。大きな田上が1回転スタンディングに持ち込もうというところ、井上がスタンディングを挑んでいきます。
ロープを利用しての攻撃、しかし顔面表情を見ていますと田上明まだまだ余裕があります。チョップを打っていくニュートラルコーナー、エルボーが入った、脇固め、あーやはり顔色一つ変えません。セカンドロープを掴んで一旦ロープブレイク、ストンピングを打っていきます。そして左腕、さあここから田上が持ち上げた、井上を持ち上げました。そして青コーナー、コーナーパッドに顔面打ちつけていきました。ああ、この辺りで田上明徐々に徐々に指導するんでしょうか。ああ、そして場外放送席前です。場外戦、おー、これはたまらない。井上素早くリング上に戻りました。田上明の額のあたりうっすらと汗が浮かんできております。試合時間は5分を経過しました。初夢チャレンジマッチ、シングルマッチ30分の一本勝負、田上明対井上雅夫のシングルマッチであります。ああ、この時間帯井上の動きが止まっています。ギロチンホイップから顔面踏みつけ攻撃、やはり5分を過ぎたあたりで怪物田上明徐々に徐々に指導してまいりました。さあバックを取って投げ捨て、場内からは正雄コールが響いておりますが、この声井上正雄の耳には聞こえているんでしょうか。顔面を歪めます井上、さあブレインバスター、192センチの田上明ブレインバスターを打っていこうというところです。おっ、かわしたバックを取った、エルボーです。さあロープに飛んでラリアットかわした井上、どうする、ヒップアタック、さあこれをもう一つ次につなげた井上、さあフィッシャーマンズスープレックスホールドを打っていったぞ、カウント待つ、大技が続きます。エルボーを落としていきます井上、正規軍全日本プロレス四天王の一人田上明にここまでいい試合運び、トップロープから、これは完全に読まれています、完全に読まれていました井上、これは自爆、自ら尾てい骨をマットに打ち付けてきました。ラリアット田上、いや今のはダメージが大きいか、もう一発そのままカバー、カウントはツー、まだ田植えは一つも大技、いわゆる大技は出しておりません。さあロープに振ったハイキック、ランニングハイキック、今のはかなり効いてますね。ああもう目を閉じていましたね井上、ちょっと顔色が変わってきました。ランニングハイキックから田植え明、ああ喉は掴んだ、落とした、一気に落としていきました、カウント3、カウント3、最後は余裕の勝利。初夢チャレンジマッチ、シングルマッチ30分の一本勝負、田上明対井上雅夫は7分と20秒、勝負タイム7分と20秒で、最後はやはり田上明の喉輪落とし、一気に落としていきました。誰もいないから、あなたが泣いた正義、生きていく答えを探し続けていた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。